じゃあ続いて、シューティングマイクロフォン ECM-M1 のご案内でございます。ちょっと楽しい機能がついてます。よいしょ、説明されないとちょっと分かんないようなやつが、今回のやつは4カプセルのマイクなんですが、機能はもう目いっぱい全部ついてるかな。デジタルアナログの切り替えスイッチもついてるし、あとフィルターのノイズキャンセル、ローカットフィルターで、あのアテネーターも入ってます。アテネーター0と10と20デシベル、うん、ついてますけど、これ使い方知ってます？0、10、20。それは知ってる、はい、忘れました、はい、でもついてた。いやいや、合わせてるのなんかねノイズじゃない、何だったかな、何かの音をこう、うん、抑えたりするやつ。単純にボリュームです。まあダイナミックレンジどこに取るかになってて、普通の僕らが使う素人は0で OK なんですって。で、マイナス10デシベルにしてるのはこれテレビで使う音なんですって。で、マイナス20の方は、映画で使う音なんだそうです。大体のイメージね、うん、あの使い方によって自由に設定してもらって構わないので。僕の持ってはついてました。ついてました。で、僕が使ってるとマイクによってやっぱちょっと収録するレベルが違っちゃってたりしてて、今これ僕ワイヤレスのやつ使ってるんですけど、これ0で使うと音割れしちゃうんですよ。なので、あのマイナス10かマイナス20にしないとね、取れなくて、今日マイナス10で取ってますとか、あのマイクによってちょっとそうやって個性があるっていうか、音の取り方違うのかなっていうのもあるので、ちょっとあの使いながらいいところを探されるといいかなと思います。オーディオレベルがついてるので、あの普通音で使ってると思うんですけど、あのそういった違いですね。で、特徴的なのはそこのダイヤル、真ん中にロックボタンがあって、8つの収録方式を、で使うことができます。A 指向性、単一指向性、まあ、あの書いてある通りのものになるんですけども、メーカーさんに素晴らしい動画が出ててですね、あれ聞くともうその収録どんな音でしてるのかっていうのが分かるので、それを見ていただくのが一番分かりやすいかなと思います。これが A 指向性で、まあ、一人で語りをするとか、あの自撮りをするときに使うようなナレーション撮りのものですね。で、単一指向性っていうのは、まあ、今日みたいな、みんなでワイワイ話するときに使うモードで、前半分を、撮るやつ。今こっちのマイク実は、単一指向性にしてて、これで皆さんの声拾うようにしています。で、あとは全指向性って言って、まあ、あのこうやって歩きながら自然の音を撮りたいな、全部の音を撮りたいなっていう時すると、あと後方 A 指向性っていうのがあって、これはナレーション撮りを後ろから自分で撮りながらやるやつですね。はい、今私たちはどこどこを歩いてますとかっていうのをやるときのやつですね。そして、この A 指向性、前後ミックスっていうんですけども、これは前の音と後ろの音の指向性を高めて、それをミックスで撮る。で、そっちとあとセパレートっていうのがあって、これは前の音を左チャンネル、後ろの音を右チャンネルに当てて撮ってくれるやつ。そして、これやると何がいいのかっていうと、左右に音を分けて入ってくるので、チャンネル違うからボリューム調整が後でできるんですよね。なので、あの基本多分自撮りしながら人にインタビューしたりすると自分の声の方が大きくなっちゃうので、距離近いですからね。なので、あのこの場合だと R チャンネルをちょっとレベル下げてあげるとバランスよく取れるなるんじゃないかなとかっていう使い方をするんだと思います。あとは、あのやたら声の大きい人とインタビューをしてる時にね、その人の声だけ下げるとかね。で、あとは初のステレオ収録ができるということで、従来のシューティングマイクは全部モノラルでしか撮れなかったんですけど、今回ステレオで撮ることができます。そして超 A 指向性っていうのがあって、指向性をさらに高めてるものなんですけど、これは、まあ、自撮りしてるのは変わらない絵になってますけど、周りで話しちゃってる人がいるとか、あの周りにノイズ源があるようなところで、使うモードなんだそうです。ということで、デジタル伝送に対応しているモデルなんですが、ここに4ちゃん記録対応っていうのがあります。これ何をするのかっていうとですね、対応モデルが下に書いてあります。α9-2 以降で、デジタルマあのオーディオインターフェースって対応してるんですけど、それ以降のモデルで、マルチインターフェース集にマイクが搭載されると、ある項目がピョッて出てくるんですよ。そこで、4チャンネル録音っていうのにすると、自動でこのマイクを使っている時に限りですよ、トラック1に
例えばですけど、これ前後セパレートのさっきのやつで撮った場合、トラック1に前方の音声、トラック2に後方音声で、トラック3に全指向性なので前後だけじゃなくて全部の周りの音を、バックアップで撮ってくれる。でこれが0デシベル固定と、トラック4にはマイナス20デシベルに固定された音声を撮ってくれる、バックアップで撮ってくれる。例えばですけども、こうやって収録してる音声の撮ってる時に突然なんかでかい音をバーンってしちゃったと。でデジタルで収録してるので、音レベル超えちゃうと、そこの音って音割れるとかじゃなくてなくなっちゃうんですよね。そういったなくなっちゃった音には対応できないんだけども、マイナス20デシベルになってるので、そこのなくなる直前まで の割れやすい音っていうのをすくい出すことができるかなというようなモードになっています。これはもう対応カメラだったら設定すればすぐ使えちゃうので、ただデシベルは固定になってるので、これマイナス20じゃなくて10でいいんだけどなとかっていうのはできないんですが、オートでこういうのができます。実際に、画面が見るとこうですね。これ7.4で、設定しているところなんですけども、マルチインターフェース周の音声設定っていうのが、マイクつないだ時だけこれグレーアウトしているものがホワイトで出てきます。で、48キロ24ビット4チャンネルっていうふうに設定すると、今の音声モードに自動でなるというものになっております。すごいなんか便利じゃないですかこれ。実際にその、録画したデータをどういうふうにデータになるんですか。僕もさっき試しに撮ってきてるので、それ開いてみないと分かんないんですけど撮ってる時4チャンネル、そうそう、収録してる時の画面はこれですね。試しに撮ってきてて、でもう見ると分かるんですけど、マイナス20デシベルに4チャンネル4はなってんだなと思ってね。これステレオの時はダメですかね。これはどうせステレオもいけんじゃないですか。いきます。1チャンネル2チャンネルは設定した音声モードになっちゃうので、例えばさっきの単一指向性にしてるときはモノラルで1チャンネル2チャンネルって音入るんですよ、でそれで3チャンネル目は単一指向性じゃなくて全チャンネル、全方向の音になる。ああそうか、だから C1、2はステレオで LR が入って、で3、4で別のトラックが入る、そういうようなものになるんじゃないかなと思います。だからバックアップはもうモノラルになっちゃう。そうですね、もともとチャンネル3と4に同じ音声がデシベル違いで入るから、おそらくモノラルですね、という機能で、これもちょっと説明聞かないとなかなか分かりづらいんですが、なんか、いいでしょこれ。付属品こんな感じですね。サイズがですね、ちょっと分かりづらいと思うんですが、ちょっとこの後に取り比べてるものがあるので、一応これが既存のマイク、主だったものの最近出たショットガンマイクの一覧ですね。これだけ使用モードが増えてるのはこれが初だし、割とB10 とかっていうのもオールマイティだなと思ってたんですけど、ステレオで撮れるのがやっぱありがたいっすよね。特にヘッドホンで音を聞いてみると、ステレオで撮れてるかどう撮れてないかってすごい大きくて、広がり感がちゃんとありますからね。はいはいはい、花火とかもう別撮りするしかないですもんね。っていうかカメラのマイク使った方がいいのか。で、サイズこんな感じですね。ちっちゃい。メモリーサイズ、メモリーカードと比較するとまあ2枚分ぐらいのサイズですかね、天面に。なので、一番大きな B1M と比較してもまあこれぐらいのサイズ。ちっちゃい、ちっちゃい。ちょっと低くて。長さも全然違いますね。そうですね。なので1224とか広いレンズ使ってもまあ映り込むことはないんじゃないかなと思います。BYM で映り込むって話も聞いてないんですけど。ということで、こちらも7月18日火曜日10時からの予約開始で、7月28日発売予定でございます。ぜひご検討のほどよろしくお願いいたします。とここでやれるかな。一応ここにファイルは持ってきてあるので、
4つ出てる、ね、でちゃんとちゃんと4か3のちっちゃいやつになってますね。前前前、後ろ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 、前前前と後ろ、前と後ろ、前前前、後ろ後ろ後ろ、後ろ後ろ後ろ、前前前と後ろ、前と後ろ、